つもお世話になっています。ヒロです。今日は、発売から4年が経ちました、ダッツオールスターズの、現在のカードショップでの販売価格を調べ、ランキングにしました。今となっては伝説のパックになっていますが、当時は比較的買いやすい状況で、コンビニなどでも売れ残っていたと記憶しています。あの時買えるだけ買っておけばと後悔してます。この動画を見て、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。